それでは西田研究室の紹介をしたいと思います。私の研究室ではここの絵で挙げている通り、高知のフィールドロボットの創出と社会実装ということで、これが意味するところは実際の現場で仕事ができるフィールドロボットの創出ということで研究を進めています。で、主に研究しているのはここで挙げている水中ロボットなんですけれども、それ以外にもいろんなところフィールドで活躍するロボットの研究を行っています。で、今お見せしているのが現在進行中の研究一覧でして、主に自律型開示ロボットを用いた調査、またそれに関する新しい観測装置やセンサー機器の開発に関する研究などもやっています。で、それ以外、今の挙げたのが水中ロボットに関することなんですけれども、それ以外に近年では、地方創生事業の一環として、私が提案したロボ、えーと、機構を有するロボットハンドの開発などもやっています。で、最近、学生プロジェクトなどを通して、また、競技会、ロボットを使った競技会にも参加しているんですが、こちらに挙げている通り、世界大会などで準優勝したり、これは、学生プロジェクトでもいいんですけれども、海洋ロボコンの AUV 部門で優勝するなど、成績を収めています。で、まずは、生物捕獲用の自律型海中ロボットの研究の紹介です。自律型海中ロボットというのは AUV と呼ったりするんですけれども、海の中を自動で、探査して、調査してくるロボットで、今お見せしているのは水槽の映像です。これ横から見た図で、これが手先のカメラで見た図なんですけれども、今この AUV が自動で、航行しながら、貝殻を探しているというところの動画になります。で、これは8倍速の映像なんですけれども、AUV はですね、海底にある貝を、カメラで、捉えて、それを、手先についている掃除機のようなもので、吸い込んで、採取することができるということを、こういうロボットの開発なども行っています。今これお見せしているのは水槽なんですけれども、水槽だけではなくて、2018年に海で初めて、世界で初めて、AUV による、自動サンプリングに成功すると、そういった成績も収めています。で、その AUV を用いた、水産資源っていうのもいろいろ研究しておりまして、大体3つのステップに分かれておりまして、観測する手法、またデータ処理をする方、それ以外に、センサーデバイスの開発、そういった3つのプロセスに分かれて研究を進めています。で、これが、AUV を使った観測結果の一例になるんですけれども、この時 AUV は北海道の水深、200メートルぐらいのところを調査した時の、海底フォトモザイクになります。で、ここの四角いのが、1枚の、海底写真になるんですけど、それを、つなぎ合わせて、直線を、6分割した時の映像です。で、この丸がつけているところが、なっているところの、キチジという魚になるんですけれども、このように、この海底フォトモザイクから、生物の分布や資源量が推定するというような結果が得られています。で、こちらがですね、先ほど得られた写真を、人の目で、分類して資源量を計測ということもいいんですけれども、そうすると非常に時間がかかってしまうため、自動で画像処理で生物の個体数を、認識してあげようということをやっています。で、海底の写真というのは、とても少ない、こういった魚の背中から写った写真というのはとても少ないため、今流行りのディープラーニングなどを使って、認識することができませんので、違う手法を使って、識別処理をやっています。海で、撮った写真というのは、
このように青みがかった写真になってるんですけれども、まあ、マリをかけることによって、まあ、このように鮮明な画像が得られて、まあ、ちょっと詳しくは説明しませんが、本手法を使うことによって頭だけでも、まあ、きちんと識別するような結果が得られています。で、それ以外にも、まあ、三次元形状を計測する装置なども開発しておりまして、今こちらに示しているのは、まあ、構造加工と呼ばれる手法になっていて、この今お見せしているこの画像を、まあ、そのままレーザープロジェクターで照射して、その反射光をカメラで撮影します。で、その、レーザーラインの起伏の変化を元に対象の形状を推定するような手法になっておりまして、今これお見せしているのは、この計測、この白い延べ棒なんですけれども、それを1メートル先に置いて計測した結果になっておりまして、1メートル先に置いても 0.1 ミリメートルという精度で対象の次元形状を計測することに成功しています。で、それ以外に、今までのは AUV を使った、まあ、調査の話なんですけれども、新しい観測装置というのも開発しております。で、AUV を、まあ、海底を、まあ、長期間にわたって観測するというのは、まあ、資源調査の面で非常に重要な要素なんですけれども、まあ、AU のように、まあ、自動で航行するもの ですと、まあ、かなりリスクがあるということで、未だに長期間観測するということには成功していないということになります。でそこで今回、我々、研究室では、まあ、安価かつ、まあ、安定して、海底を長期間観測できる装置ということで、こういうケーブル高速型のロボットというのを、開発しました。まあ、これは、ね、移動する性能、移動することができるロボットに、まあ、ケーブルをつなげて、で、そのロボットがテンションをかけて、まあ、テンションをかけた状態で、そのリールの周りをぐるぐる回ると、そのリールにケーブルが巻きついて、まあ、インボリュート点にの、従った軌道を生成するというようなロボットです。まあ、右下に今動画をお見せしているんですけれども、この時ロボットっていうのは制御っていうのは特段していなくて、この、ロープをピンと張るように、まあ、全身の推力をかけているだけです。それなのに、まあ、この、ケーブルの幾何学的な拘束に従って、ロボットは、まあ、同じ軌道を描くことができるということで、まあ、こういったセンサーを高度な制御を使わずに同じ軌道を描くロボットというのを開発して、まあ、これを長期間、観測に使おうかということもしています。で今、まあ、A ステップで採択された研究員なんですけれども、まあ、養殖魚の中の空腹状態を推定するという研究もやっております。養殖魚というのは今、近代化が進んでいない分野の一つになっておりまして、まあ、自動化できない問題の一つは、まあ、魚がどれだけ餌を食べるかというのがわからないということが挙げられておりまして、まあ、我々のはですね、間接的に、まあ、その魚が動いたアクションによって発生する潮流を、まあ、計測することによって、
まあ、空腹状態を推定するというような研究も行っております。これは企業と共同しながら進めている研究になります。で、今までが水中ロボットの話なんですけれども、それ以外にもですね、私が博士の時にバッタ基板型関節機構といって、生物模倣の関節機構を提案していたんですけれども、それを今はロボットハンドに応用するということで、新しい機構というのを開発しています。で、この機構はですね、2つのアクチュエーターで1つの関節を操作するようなアクチュエーターになるんですけれども、その2つの動作によって、ゆっくり動かすことができたり、バネに力を蓄えて解放する、動かし方によって解放、バネに力を作用させることもできるんですけれども、それのおかげで瞬発動作ができたり、最近流行りの、可変合成、関節の柔らかさというのも変えることができまして、バネに蓄えている力を弱くすると関節が硬くなり、一方でバネにいっぱい力を蓄えると関節の剛性が変えるということで、このような、多機能な関節機構というのを開発して、今それをロボットハンドに応用するというような研究も行っております。本研究室はこのように、実際に、フィールド、現場で立つロボットの実現を目指して、ロボット、センサーデバイス、もしくはアクチュエーターなどを開発しながら研究を行っている研究室になります。もしご興味があるようでしたら、本研究室を訪ねてください。以上です。